はい、シャーシにサスはもう取り付けました。まあ、いくつかあるっちゃあるんですけれども、まずね、さすがに最新型。ガタが減ってます。BD12 の時と、ちょっとまあ取り付け方が違ったりするんですけれども、確かにガタが減ってるんですよ。この A アームってどうしてもこの取り付けるところでね、ガタが出やすい構造にはなってるんですけれども、うん、素晴らしい。ね、ほら、全然、ガタがないし、で、だからといって、渋いわけじゃなくて、もちろんスムーズに動きます。で、この下に、チラチラと見切れておりますが、このスタビのボールもね、もう、スルスルです。何の心配もないです。後ろも同じように、はい、なっております。で、ここで、絶対エース、シミケンさんが、SNS でも報告してくれていたんですが、ここの、ボール、ここ、こう、等角を調整するためのロッドエンド、ここに取り付けることになるんですけれども、このボールがサスアームのここと近いんですね。で、後から、こう、エンド、通せないんですよ、ここ。なので、一回サスアームを外してやらないと取り付けられないので、先につけておくことをお勧めしますというふうに、紹介してました。まあ、こっちを外すか、もしくはバルクヘッドを緩めて、これを上へ浮かせるかなんかしないと、とにかく直接この状態では取り付けられないというようなことになってますので、まあ、ただね、組み立てる段取りがあって、まだちょっとそのロッドまで行ってなくて、ひとまずこのように固定しておりますが、確かにそうだなと思うので、ちょっと順番を変えてでもここ取り付けたいなというふうに思います。まあ、こういったところもですね、ワークスの方がそれぞれ自分で経験しておすすめということで、いろんなところを出してますんでね、参考にしてみてはいかがでしょうか。ということで、先にですね、このロッドを取り付けました。段取り的にはもう少し後なんですけれども、まあ、さっきも言った通り、ここがね、ちょっと取り付けにくくなるということでやったんですけれども、その時にちょっとやらかしたことを報告しておきますが、このエンド一つ潰してしまいました。というのは、このエンド、表裏があるんですよね。これ。ボールエンドキャップ。表裏があって、まあ、ここの、ちょっと位置がちょっと違うんですけれども、どうボールに止めるかっていう、こっちから行くのか、こっちから行くのかっていうことで違うんですよ。で、まあ、説明書を見てると、こういう風に、ま、絵が描いてあって、で、そのまま取り付けるように、こう、なってるから、今までとは、あれ、逆なのかなと思ったんですけど、こっちの絵を見ると、やっぱり今まで通りかなと。まあ、ちょっとわかりにくいですけど、この絵だとこうなんですよね。で、こっちの絵だとこうということで、どっちだということで、こっちかなと思って取り付けてみたら、動きが渋かったです。で、これで言うと、こう今これちゃんとなってるんですけど、上げた時に落ちなかったんですよ。こう動きがね、渋くなって、で、あ、こんなもんかなと思ったんですけど、やっぱりこれまでの BD、まあ、12もそうなんですけれども、取り付け方がやっぱり逆になってたんですね。これでもちゃんとこうスルスル動くんですけれども、やっぱり表裏あるようですので、気をつけて組んでいただいたらいいのかなというふうに思いました。はい。この説明書の絵ってこう結構微妙なところなんですけれども、どっちなんだっていうところあるんですが、はい。まあ、こういうことなんですね。わかりにくいですけどね。はい。で、それを外すときにちょっとここ痛めてしまったので、もうこれはもうやめとこうと。やっぱね、付け外しすると、そこもガタの元になりますしね。ということで、一個さらに使ったんで、ひょっとして足りなかったらっていうことなんですけども、まあ、予備があるので、それで、対応しようかなと思いますんで、気をつけてやってください。さて、今度は足回りの製作ということになりまして、今回のこのキットの大きな特徴っていうのが、A 案ということになりますよね。で、これ、同じものが4つあるように見えますけれども、
前後のそれぞれ、足回りということになってくるわけなんですね。で、こっちがダブルカルダンのユニバーサル。これは組み立て式になっていて、まあ説明書通りに組むだけなんで、特に飛ばしておりますけれども、これが左右ということになります。はい。で、こちらが後ろ。こちらはなんていうか、ダブルカルダンじゃない、普通のユニバーサルということになって、こっちはもうね、組み立て済みになってます。で、もちろんバラすこともできるので、説明書の方には分解図は書いてありますので、まあバラしてメンテナンスはできるということで、なんでこっちは組んであるのにこっちは組んでないのかがよくわからんという、毎回思うんですけども、今度聞いてみようかな。なんでこっちだけ組んであるんですかでね。で、両方ともね、等角の、調整っていうのが、まあ、できますので、ここで。で、まあ、こんな感じのパーツ構成になってて、これ、同じなんですよ、4つとも。だから、アップライトっていうのかな？これはアップライトでいいのかな？これ自体は共通ですから、前後。ステアリングブロックという名称になってますね。ステアリングブロック。はい。これ、だから、ちょうどいいです。まあ、前も後ろも同じものなんで。で、Cハブがないので、今回ここにボールがついてるんですね、もうね。で、ここにアームがこうついてくるという構成になってるんだと思います。まずはこの段階になりましたので、さらにその先組み立てていきたいと思います。ああ、新しい部品がどんどん出てくる。はい、今ですね、続きやってるんですけど、この部品、これをつけるんですけど、これはサスボールホルダーっていうね、ここに取り付けるんですけど、これサスアームの根元も同じような構成になってるんですが、これをはめるときに、ゴーってやったって、私のような非力な人間は、まあまあ無理ですし、あんまりよろしくない。手が痛なるだけなんで。で、こういう道具。これ、いつも使うときに名前が出てこないんですけども、これ、幅が広げたり縮められたりということで調整ができるので、こういう広い幅のものをですね、こういう風にかませるんで、こういう時でもすごくありがたい。で、この白いところは樹脂になってますんで、パーツに傷が入らないっていう部分でも非常にいいということで、で、こう、そーっと力をかけると、はい、サクッと入ってます。もちろん無傷でございます。これありがたいですよね。だこういうのはもう特に最近は、こういうパターンが多いので、これめちゃめちゃ出番多いです。ので、もう必ず持っといた方がいいんじゃないかなと、私は思っております。まあ大体持ってる方多いと思うんですけど、まあね、ハイエンドが初めてとか、こういうタイプが初めてとかいう方で、今までね、使ったことないっていう方は、まあいらっしゃると思いますので、まあそんなに高いもんじゃなかったと思いますんで、ホームセンターとかで売ってますんでね。こうそーっとそーっと。よいしょ。はい。これで OK。こういうことです。で、これを4つやりましたので、はい。その次、やっていきたいと思います。はい。こちらが、スタビまで取り付けが終わっているシャーシということになります。ちょっとね、飛ばしでやってるんで、ここフォローしてなかったですけど、ちゃんと左右がこう、繋がってる、当たり前ですけど、で、片方を動かしたら、もう片方もちゃんとついてきて動くと。で、離すとポンと落ちるというね。こういうことをちゃんとすり合わせておかないと、後で、なんで走らへんねんということにつながると。まあそういうわけですね。はい。で、今やってるのはサスアームの取り付けですけれども、こっちが前です。ダンパー製ついてますんで、この前のところに、このナックルつけていくんですけども、こっちダブルカルダンのタイプで、これは右だ。これが左。こういう風になってます。で、これをここの穴のところに、入れてあげるズボッと。はい。で、当然ここもガタがなくてね、きっちりと収まってます。で、まあ、後でアッパーアームつけるときにここ入れてあげればいいんで、まだここはいいかな？大丈夫かな？結構ギリギリやな。一応、こう入れといた方が精神衛生上良さそうですね。で、最初はここちょっときつめになってるという設定です。設定というか、設計というか、まあ、そういう風になってるみたいですね。2、3パックで馴染むと書いてありますんでね。で、ここにこの輪っかを入れるんですけど、この輪っかがね、サスボールキャップスペーサーと言いまして、1.5 ミリと1ミリと2種類あるんで、それを両方1枚ずつ入れると、まあ、合計 2.5 ミリここスペーサーを入れるという計算になるんですね。で、これを入れた上で、ここ E リングで止めるんですけど、E リングこれか。しまった。袋に入ったままへ。だいぶこの箱の中がね、どちらかるようになってきまして。
はい、こういう風に、Eリングをかまして、まあ、ここはもうラジペンでいいかと思います。よいしょ、うぃー、はい、こういう感じでね、つきましたと。だからここ C ハブがないわけですね。今ロアアームに取り付けただけですけれども、はい、これを おそらく4輪とも、え、違うか、アッパーアームもやっていくので、まずフロントですね、こっちにもつけておきます。さて A アーム、アッパーアームがね、今回 A アームになってるっていうのがこれ目玉なんですけれども、ここで調整するっていうのは、まあ、各社みんな同じということで、まあ、あの、私もあの、タミヤのね、TA-08 でこのタイプ組んだことがあるんで、基本的な構造はわかるんですよ。で、間違ってないと思うんですけど、こっち側から、レンチを突っ込んで、で、回すことによって、縮めたり伸ばしたりすることでキャンバー調整をするっていうのは合ってると思うんです。そうじゃないと、こっちからは通らないんで、レンチがね。で、ここに穴が開いてるんで、もともと。で、ここに通して、ここの中の、逆ネジになってるシャフトを、まあ、回すということになって、ターンバックルになってますんで。で、これなんですけど、組むのもね、ちょっと説明書を見てると、ここにあるんですけど、これだと、どっちに穴を向けてやるのかとか、どういう風に組み立てるのかっていうのが、これ、知ってる人じゃないと多分組めないと思うんですよね。これ、初めてこの A アームを組むっていう方が、この A だけを見て、はてとならないのかなっていう。ここが、あの、言ったらターンバックルって逆ネジになってるんで、あの、同じ方向のネジだったら、このままグリグリグリっとねじ込んでいったら、閉まるのわかるんですけど、これ反対のネジになってるんで、これグリグリグリ回してても永遠に多分できないと思うんですよね。で、私のやり方多分合ってると思うんですけど、どなたか、ね、ワークス系の地域の方が紹介されてるかとは思うんですけど、まずこっちですよね。こっちに、こう、これは、逆じゃなくて、正回転の方なんですよ。これ半分と、半分のところまでは正回転なので、このまま、まっすぐ、こう、まっすぐねじ込んであげるっていうのが大事。で、ある程度のとこ、これ、これはね、和樹選手、山下和樹選手が、SNS で紹介されてたんですけど、これ、奥までやりすぎると、ここが圧迫されて、ここがね、この、シャフトがギュッと向こう行くことによって、ここが盛り上がってしまって、ここの中のボールの動きが渋くなるので、気をつけてね、と。こっち行きすぎないようにしてね、っていう説明をしてましたので、はいはい。そうだそうだということで、でさっきね、一つ組んだ時にここを8ミリぐらいにしといたんですよ。これもともと13ミリで、これ8ミリということは、この中に今5ミリシャフトが入ってる状態になってるんですね。でそれがいいかどうかわかんないんですよ。わかんないんです。とりあえずこの状態にして、で次はこのままこっち側でねじ込んでいくんですけど、今度はこっち側は逆ネジになるので、これを持ったまんま反対方向に回してあげるんですよね。でそうすることによって、こっち側にねじ込まれていくと。ただね、これさっきやってて、途中から、あれ？なんか変な感触？ってなったんですよ。っていうのは、ある程度まではギュッと締まっていくんですけど、途中でね、こっちの方が硬くて、こっちの方が柔らかくなるのか知らないですけど、逆にこっちが緩んでいってしまってて、あれどうなってんねやろっていうのがあったので、今も実際そうです。もうこっちある程度きつくなってきたら、今度はこっちが緩み始めてます今。でこれね、ずーっと多分ねやってるとね、取れるんですよ。さっき取れたんですよ、ほら取れたんですよね。で今ここちょっと残ってるじゃないですか。でもある程度入ってるんですよ、こっちにね。ただこのまんまじゃこっちから回せないんで、今度はこっちからですよ。こっちの穴があるんで、ここにレンチを突っ込んで、で、こっちは反対側に回すんですよね。反対側に回すことによって、あ、違うか。え？正ネジでええのか。え？なんで正ネジで入っていくの？あれ？え？なんで今正ネジで入っていった？
なんで正ネジで入っていった今。ちょっと今、理由がわからん。あ、ええねん。ええねん。わかりましたよね。入っていってるって、あくまでも、こう来てるんやから、こう回してこう来てるってことは逆ネジですよね。本来なら、こう回したいところなんですけど、こっちに突っ込んで、こっちに回してるにもかかわらず、ビスがこっち向いて入ってきてるということは、はい、何回も言いますけども、これ逆ネジで合ってるんです。で、こうやってさっきね、こう、辛い位置になるところまで、入れたんですよ。でも、もっとです。和樹選手の写真にも出てたかと思うんですけど、こっちがね、ちょっと頭が見えるかなぐらいの辛い位置、こっちが辛い位置になるぐらいに多分してたと思います。となると、ちょっとこっちはね、中にめり込むぐらいになってます。で、改めて、この状態で、こっちをもう一回、これ正ネジですから、こうね、こう回してあげる。で、これを頑張って締めていくんですけども、あんまりやりすぎると、またさっき言ってたみたいに、ここが圧迫されてしまうというのもあるんですけれども、じゃあ、まあ、例えばこの辺で止めて、これ22ミリにしましょうと、ここ書いてあるんで、22ミリにしたいと思います。これ今ね、0.000 ですよね。で、ここで、測ってみると、はい。22.5 ぐらいありますよね。これって、まあ、キャンバー調整の世界になってくるんで、今多分これだからだいぶ立ってる状態だと思うんですよね。ただやっぱ説明書がそういう風に書いてあるんで、でもこの状態で、こっちにしたら、こっち逆ネジやから、これで閉まっていく。こっちは正ネジだから、こっち持ってあげて、締めてあげる。これで今ちょっと縮んだわけですよね。最終的には、これも、シャーシに取り付けて動かないようになるんで、で、固定された状態で、これを、こう回してあげたら、だから、時計回りに回してあげたら、どんどん縮んでいくんですよね。で、反時計回りに回してあげたら、伸びていくんですよね。これが今後、キャンバー調整をするときの、この工具の使い方ということになると、なんかもうその、まあ、りくどい言い方してますけど。これちょっと縮まりましたよね。まあ、こんなことを何回かやって、一応ですよ。一応自分の中で、22ミリちょうど、もうちょいかな。結構ね、入っていくんですよ。で、これぐらいでどうかな。22ミリになってくれたらいいんですけどね。ただね、そう。あんまり、これやるとね、今度こっちが出てきちゃうんですよ。で、出てきちゃうと、永遠にここ縮まらないんで、こっち側を出してしまうと。だからもうそうなってきたら、もうこっちの入り込みで調整ということになるんで、またちょっと戻してあげて、やっぱり、こっちは辛い位置が基本だと思うんですよね。の方が後で、合わせやすいと思うんですよ。だからここを辛い位置にした上で、こっち側をねじ込んでいって22になるところで止めてあげる。ただもっと言うと、これキャンバーをもっとつけたく、あ、やりすぎたね。キャンバーをもっとつけたくなるっていう、まあ今なんかそうなんですよね。何度、これで何度かわかんないですけど、もっとキャンバーつけたくなった時に、やりすぎると結局ここが渋くなっちゃうっていうリスクがあるっていうことは覚えとかんとあかんってことですよね。うん、なるほど。これで、ほら来た。だいたい22ぐらいです。ただこれも、今ちょっとここ空きになったんですけど、ちょっとゲート跡が残ってるような気がする。ここを、要はどの程度処理するかによって、ここの当たるところなんでね、理想を言うとここにゲートを持ってきてほしくないんですけどね。ね。まあ、神経質な人は、ここから、例えば、ヤスリで削ってとかするのかもしれないですね。そうすることによって、まあ、ちゃんとした面が出ますので、で、それで改めて測ると、まあ、よりしっかりと寸法測れて、ちょっと小さになりましたね。短くなった。2187、ちょっと短い。ってなことで、まあまあ、22まで合わせるという、こういうやり方しました。どうでしょう。私はこういうやり方で組んでみました。はい。じゃ、これを、残りもやっていきます。